ちょうど雨も降ってるからさ、子供が叫び出さなければ、なんか小学生がいっぱいなんか騒いでる時があって、で小学生が叫ばなければめっちゃ雨の音が結構綺麗に聞こえる場所なんですよね、お家的には。なんだけどたまにこのルンバが動きますから、ルンバなのかな、私もね、家でね、あれとかあるよ、おうちのコロコロとかさ、ちょっと待ってね、
私鍵と格闘してるうち真っ暗になっちゃって、で私人間じゃないからなのかわかんないんだけど、なんかあの電気が反応してくれないんですよね。で真っ暗の中携帯の電気を当てながらやってたんですよ。で私が多分向こうからしたら怪しい人なんですけど、でなんかでもこっちからしたらいきなりいなかったところに階段の音とともにピカンって電気ついたから超怖くて、でこっち真っ暗だし、なんかね3ブロックぐらいに分かれてるの、電気のつく場所があって、でこっち真っ暗であっちだけ電気ポンってついたからえっと思って超怖いと思ってて、でめっちゃ怖くなっちゃってえやばいやばいみたいな、あと 2,3 メートルで近づいてくるとか思って、顔も見えなくて、とりあえずちっちゃい声ですいませんって言って、そしたらなんかあーはーいみたいな、向こうが答えだからあー会話したと思って、で向こうがお家入った後になんで鍵開かないんだろうと思ってたら、鍵のなんかなんだろう、今ね鍵のキーホルダーみたいなのつけてるんですけど、そのキーホルダーがちょっと埋まっちゃってたみたいで深くね、でそれをもうちょっと引っ込んでいたら無事家に入れたんですけど、めっちゃ怖かったマジで。あの時はなんかラストサマーみたいな気持ちだった、あのなんか映画にいる気分、ほんとパニック、えめっちゃ怖いめっちゃ怖いみたいな、でルンバ来るしえめっちゃ怖いんだけどとか思って、でどうしようこの動画見てたら怖いな、でもなんか本当に逆にこの動画見てたら何の音か教えてほしい本当に気になるこの音何なんだろうこの音、本当にね、あのね生理前とかねイライラしてる時とかたまに私にもあるんですよ、イライラする時って、で人間なんであんまりなんか私結構ファニーに生きてるけど、まあイライラする時ももちろんあって、そういう時にこの音が被るとめっちゃイライラしてきて今はそんなにね、まあ、生理前だけど全然イライラもしてなく、なんかなんだろう別に今無心なんだけど無って感じなんだけど、なんかそんな中この音鳴るとすごい不思議で何の音なんだろうと思って、せっかくだから音フェチの方々に聞いてもらって判断してもらった方がいいかなと思ったんだけど、さっきの音がね壁伝いだから取れてるかがわからないので、とりあえずでも出しますね。